ジオでこんにちは富山県です。毎月第2第3第4土曜日の午前9時30分から KNB テレビでお送りしているこんにちは富山県ですの裏側をお送りしています。今回は富山キトキト空港に取材に行ってきました。まあ、今年開港60周年ということなんですけれども、まあ、空の旅ってねいいですよね。いいですよ。コロナもありましたけれども最近というかどっか行きました？私富山空港から台湾に行きました。そっか、取材で。取材で。だから4月に使ったのかな。ああそうですよね。私取材した日はちょうどお盆頃だったんで、あの飛行機からね降りてくる人にインタビューしてると、おばあちゃんの家に行きますとか、あと初めて飛行機に乗りましたっていう子供もいて、で他にも。あの公共交通機関あるのにどうして飛行機で来たんですかっていろんな人に聞いてると、やっぱり空からの景色がいいとか、あとなんか旅情を感じる、あーわかる、っていうお答えをしてくださいました。で富山キトキト空港はですね、県外から来る観光客にとっては飛騨に行くにもすごく便利な空港なんですね。で最近は、まあ、新幹線の開業ですとか新型コロナの影響で利用者数が伸び悩んでいたんですけれども、アフターコロナで徐々に回復していて、先月には富山と上海を結ぶ定期便が3年半ぶりに再開しました。で今月26日からは台北と富山を結ぶチャーター機、28日からはソウルと富山を結ぶチャーター機の運航も決まっています。もちろん国内線もね便利ですよね。富山から第1便を使って羽田空港で乗り継げば午前11時頃には九州に、でお昼頃には沖縄にも到着します。この乗り継ぎは便利ですよねやっぱりね。いやそうですよね。で県では ANA と連携して九州とか四国などの空港でその富山空港の利便性ですとか観光地の PR を行うプロモーション活動をしています。で、全日空空輸の富山支店長の宮本和成さんにインタビューしたんですけれども、あの過去に九州でプロモーション活動をした時に北陸や飛騨に関心があるんですけれども、飛行機で大阪に降り立ってそこからサンダーバードで北陸や飛騨に行くっていう風にイメージしていることが多かったそうなんです。PR 活動を行うことによってその九州とか四国からも羽田で乗り継いで富山まで来ると近くて楽ですよっていうことをお伝えできて、それを分かってもらえたのでよかったなっていう。そうですよね。だって富山空港を降りて、車はレンタカーで借りればもうすぐですよ、飛騨なんてね。で取材した日は日中の気温が35度近い本当に暑い日だったんですけれども、飛行機が到着する姿を見ようと思って、その多くの家族連れがあの外の展望デッキね、あそこに本当にたくさん20人ぐらいいらっしゃったんですよ。わかる、私もたまに行きますよ。あそう、面白いですよね。そう、なんか飛び立つ瞬間に合わせていくとね、もうそれ写真撮って、そうそう、子供も喜ぶんですよね。喜びますよね。まあ、これからもねずっと愛され続ける富山キトキト空港であるように私も一県民として、積極的に利用していきたいなと思いました。あとね、県民として利用するっていう意味では、富山のお土産がギュッとあそこのお土産物屋さんに凝縮してんのよ。2階ですよね。階段エスカレーター上がってて2階にあるじゃん、あそこねかなり品揃えいいですよ。私もそう思ってました、だから、私も、娘がね高校生の娘県外にいるから、友達にお土産買ってきたいっていう時に、富山駅周辺もたくさんあるんですけど、空港行ってみようかって、そこでいろいろ揃ってるから。そうですよね、あとお昼ご飯とか食べに行くのも、いいですしね。あそこお寿司屋さんとかピザ屋さんとかありますからね、飛行機の利用もちろんなんですけど、富山に住んでる私たちそういう利用の仕方もあるかなって思いますね。駐車場もね無料のエリアもありますから、次回の放送は今週9日土曜日の午前9時30分からです。ぜひご覧ください。ラジオでこんにちは富山県をお送りしました。